はい、皆さんこんにちは、じゅんです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、本日剪定していく木はこちらの木になります。じゃん。はい、糸ヒバですね。別名ヒヨクヒバとも言いますけれども、こちらの剪定をやっていきたいと思います。では行ってみましょう。今回のモデルさんはこちらの糸ヒバになります。樹高は 3.5 メーターぐらいありますでしょうかね。こちらのお宅のご主人が手入れをされてきたということで、僕は今回初めて触らせていただくんですけれども、手が入ってるということでね、そこまで重くはなってないとは思いますけれども、少し枝がね乱れてるような形は見受けられるかなと思います。でちょっとこちらのね下を見ていただくと、ちょっとだいぶね葉っぱ少なくなっちゃってるんですけれども、こちらはねちょっと邪魔だったんで葉っぱを切ってしまったということで、こういった形になってますけれども、本来はこのような上のように葉っぱが伸びてたっていう形になります。今回はちょっとここまで切ってしまうといけないので、上の方はもうちょっと軽めに切って、秋ですのであまり葉っぱを取りすぎずに木が傷まないようにっていうことを心がけながらね、生死、姿を整えていきたいと思います。それから剪定の時期なんですけれども、基本的にはこの秋のね、9月から10月、それから暖かければ11月ぐらい、このあたりも、適期です。で、一番いいのは、強く切る場合は、春、3月から4月、5月ぐらい、そのぐらいに切っていただくと木が傷みにくいかなとは思いますけれども、基本的には強い木なので、一年中ある程度は対応できます。ただ、避けていただきたいのは、真夏、それから真冬ですね。その時期はどうしても傷みやすいので、木が衰弱している場合なんかは、できるだけ避けていただいた方がいいかなとは思います。それからもう一つね、注意点がありまして、こちら、糸ひばもね、針葉樹ですので、針葉樹はこの葉っぱないし芽を残して切らないと、その枝は枯れてしまうっていう傾向があるんです。例えば、こういったところでこうブスッと切ってしまったら、この枝はこの下まで枯れ込んでしまうんですよね。葉っぱのあるところまで。ですので、そこだけちょっと注意してください。はい。それではね、これから実際に剪定していきますけれども、今回はこの木バサミをメインに使っていきたいと思います。ではね、まず上の方から行きましょう。これはね、上の方から切った方がいいです。なぜかというと、上の方がこうやって見ていただくとわかるんですけども、強く伸びます。強く伸びるので、こちらからやっていってゴミを落としながら下に行く。そうすると形も取れるし、ゴミの掃除も楽ということになりますので、とにかく上からやってください。ただ今ね、便宜上、上からじゃなくてこの辺のちょっと見やすいところで、どの枝を切るのかっていう解説をしていきたいと思いますんで、まずこの辺のね、だいたい8号目ぐらいのところを切っていきたいと思います。それではね、まずこの枝の集団、玉からいきたいと思いますけれども、基本的にはこれ仕立て物の樹形なので、ある程度玉がいくつかあるような形っていう風になってるんですよね。はい。それで、こうやってまず枝を見ていただくと、ここにごちゃーっと出てます。それから少しこの辺をたどっていくと、ここに枝が何もなくて、ここでまたごちゃーっと出てます。ということで、枝分かれした先のところでごちゃっと出てるような形が、こう連続してるようになってます。はい。ですので、基本的には、間引いていくような形で、軽くしていく。そういうような剪定をしていきたいと思います。それではね、ここやっていきますけれども、まず、この辺の玉を小さくするイメージでするんですけれども、先を切るようなことはやらないでください。先を切ると、切ったところから茶色くなりますし、この糸ひば全体のこの柔らかい樹形、葉のね、姿がなく、損なわれてしまうので、硬くなってしまうので、先を切るようなことはせずに、例えば、こういった強い枝が伸びてます。こういった強い枝ですね。この強い枝を、この元の方、近いところで枝分かれしてますよね、ここで。この枝を残して、この強い方だけを切ると。こういうようなやり方。これが抜けてきます。そうすると、このあった分がなくなりますので、玉がおのずと小さくなっていくっていう形になります。基本的には、こう上にピーンと立って伸びてしまってるようなのを抑えていくと、樹形全体が小さくなっていくんですけれども、そうすると、この、糸ひば独特の柔らかさっていうか、こう、この面白さもなくなってしまうんですよね、枝の動きが。その辺は好みになるんですけれども、基本的には小さくこの辺を収めたいのであれば、上にこう出てる枝を抜いていくっていう形にしていくといいかなとは思います。はい。その辺はもう好みですけれどもね。例えばじゃあ、次ですね。この枝が
少し上に立ちすぎてるなっていうのであれば、ここの、ここですね、生え際のところからこう抜いてあげると。そうすると、このような形で収まってきます。で、ここ自体も、ここね、今残した枝ですけれども、ここも太いんですよね、他よりね。他の枝がこういう細さに対して、ここは太いと。のであれば、この太い枝自体も抜いてしまってもいいです。この分支点ですね。ここの枝の生え際。ここの部分で抜いてしまってもいい。これを抜くと、こうやって何もなかったようになって、ここの部分がすっきり軽くはなります。はい。この辺はもうお好みって言えばお好みなんですけれども、こういった形にしていただくと。で、この辺も、もし伸びるのが多くて気になるようでしたら、例えば、まあこれをもう元から、この枝の生え際ですね。生え際の奥のところの分支点からもうこうやって抜いてしまうと。こういう枝自体を抜いてしまう。はい。ただこれがね、樹形が柔らかくて好きだよって方は残してもいいんですけれども、残すと、ここのね、幅が大きくなってしまうので、木自体がね、大きくなってしまうっていう欠点があるので、そこは難しいところですけれども。はい。それじゃあね、ここに立ってる強い枝がなくなったんで、平らに割りかしなって、こう、しだれるような形に今なってきたんですけれども、今度、この枝が強いです。この枝他より太いんですよね。ですので、この枝があると、横幅が出てしまうので、ここも元から抜いちゃいます。はい。ここ抜きます。そうすると、ここの部分にあったものが抜けたので、幅もなくなりながら、柔らかい感じの枝ぶりになったのがわかると思います。これくらい枝が残ってればね、全然こういう強い枝を抜いてもいいかなと思いますんで、はい、こんな感じです。で、あと、とにかく基本的には、あまり難しいことを考えなければ、この中にある太い枝、強い枝を抜いていって、細い枝だけを残していくっていうやり方をやると、それなりにはまとまってきます。はい。どんどん強い枝から優先的に抜いていくようなイメージでやっていきます。こうやって抜いていって、間引いていくような感じですね。で、ここも、こうやって元の方から切ると。で、切っちゃいけないのは、こういったところでね、こうやって切っちゃうと、この枝が枯れてきますし、はい。切るなら、こういうところで、こう、枝分かれしているところでね、切っていただくっていうことをやっていただければと思います。はい。そしたら次、今度ここですね。ここの枝なんですけれども、ここの枝は少し木の内側の方に向かっている内向枝、内向気味の枝なので、ここももう元から、この刃を入れてね、しっかりと元から切ってください。何もなかったように切ると。はい、どうでしょうかね。こんな感じで軽やかになってきました。それから少しこの辺ごちゃごちゃしてるところ、ごちゃごちゃしてるところは、少しね、間引きながら、こんな感じで、本数を減らしていくイメージ。内側に向かっているようなの、枝は抜いてしまうと。はい。それから、あとここですね。ここに枯れ枝、こう切り残しがあります。こういったものがあると硬い印象になってしまうので、こういった切り残しがないように、全部分支点で綺麗に切っておきます。何もなかったような形にしておきます。この辺もちょっと立ってるんで、少し抜いて。はい。大体こんな感じでかなり軽くなりました。それで、少しここだけ長いなっていうのがあれば、こういったところで、枝分かれしてる、この軸の部分ですね。こういったところで切っていただいて短くすることも可能です。で、少しね、葉を取りたい場合は、こういった葉の境目をこう、手でちぎるような形で切っていただいても、小さくなるかなとは思いますけれども、まあ、ちょっと あまりね、今やりすぎないようにこれぐらいに収めておこうかなと思います。はい、今の枝がこういう感じでね、軽くなりました。こういった強いね、枝は元の方で切ってありますんで、おのずと樹形もね、小さく収まっていくような形ですね。こういった形を各枝で行っていけばいいかなと思うんですけれども、他のバランスもあるんですよね。例えば、ここは、この枝の下にこの枝が結構長い枝が、充実した枝があります。この枝が干渉しないようにね、上と干渉しないように、上に伸びてるような枝だけを抜いていく。はい。こういったところの枝を、こう抜いていく。で、ここに立ち上がりすぎちゃってるような、ここの枝も抜いていくと。こういった形。
それからここが少し出てるなっていうのであれば、ここ自体をこう抜いてしまってもいいかなと思います。こうするとここが一つのまとまりになってくるかなと思います。はい、それじゃあね、今度この辺の玉なんですけれども、ここも同じような形でこの枝だけが突出してますよね。はい、まあ、この枝育てていってもいいんですけれども、ここはね、玉を小さくすることを考えるので、この枝全部ここを抜いちゃいます。はい、これを抜きます。そうするとこういう感じに平たくなりますね。これで小さくなります。それからあとこの横ですね、ここも結構出てますんで、この出てるところを枝の分かれ目のところですね、ここで切るっていう感じにして、それでここが垂れ下がりすぎがもっと気になるようだったら、この枝自体もここで切ってしまうと。こんな感じにしておけばこの玉が収まってきます。で、あとはもうこの中で不要なものっていうか、混んでるところを間引いていくだけですね。こうやって真ん中のところを間引いていくような形にしていけば、おのずと樹形が整ってきます。不要っぽいところっていうかね、向こう木の方に向いてしまってる枝とか、そういったものをこうやって間引いていきます。ここはもう時間がかかってしまうんで、できるだけ手間をかけたくない人はあまり間引かなくてもいいかなって気はしますけれども、冬なんで。ですけれども、間引いた方が今後の生育が良くなりますし、綺麗ですね、何よりもね。で、今ね、ここなんですけれども、この上の枝を残しながら下の枝も残しちゃったんですけれども、ここ平行紙にね、こう見ていただくと分かるんですけど、2つ平行になってるんで、この下を抜いちゃいます。下を思い切って抜いちゃって、この上だけを残して、このようにしだれさせることにします。はい、こんな感じです。あとはもう内側に向かっちゃってる枝を抜いていくと。はい、こんな感じで中心から放射状にこう広がる感じっていうのをイメージしていただけるといいかなと思います。はい、それからね、今度横の枝なんですけれども、横に張り出しすぎてこう今ね、ぶつかりそうになっちゃってますけれども、こういった枝に関してもこの先だけを切るんじゃなくて、できればこう元まで行って、この強い枝ですよね、この枝自体が強いので、この枝をこう元の方まで戻って、生え際のところ、ちょっと見にくいですねこれね、生え際のところのここ生え際からもう切ってしまいます、このような形で。そうすると今ちょっと見てみてください、ここなくなりましたね。はい、でこれはね、前に切られた時の切り残しなんで、これもちゃんと切っておきます。それとここも少し長いですね、長いので、これも他の枝があるのであれば、もう元の方から生え際から切っておきます。そうするとこれで形が収まります、こんな感じです。はい、それから今ここはね、ある程度下の方の枝になるんですけれども、下の枝ほど葉っぱを残しておいた方がいいです。それは上の方が成長して下枝をどんどん枯らしていってしまうので、下枝を残しておかないと葉っぱがどんどんなくなってしまうんですよね。やっぱり木は重心が下の方にあった方が格好がいいので、こうやって葉っぱをできるだけ下の方は多めに残して、上の方は強めに枝を切っていくっていう形にした方がいいかなと思います。はい、それからこの横枝なんですけれども、今ここが端っこですよね。この端っこでここは邪魔だった時に切り返すっていう剪定をするんですけれども、例えばここに葉っぱが出てるじゃないですか、この間、この辺にね、中間に。ここに葉っぱがあれば、ここで切り返すことができるんですよ。ここまで戻せるんですね、これからここまでを。ですので、ここで切ることができるんですけど、ここに葉っぱがなければ、もう、最初に言いましたように、この枝の途中で切ったら、その枝は葉っぱのあるところまで戻って枯れてしまうんですよね。ですので、ここに葉っぱがあるからここで切れるんですけれども、もしなかったら、この枝自体が枯れてしまうということになるので、こういった途中に出てる葉っぱですね。この辺の葉っぱもそうですけれども、枝。こういった枝を大切にしていくといいと思いますね。それで、こっちが長くなって切ってしまった場合、この葉っぱのところまでここで切り戻す、切り返すってことが可能になりますので、そういったことも今後ね、控えの枝を作っておくってことも大切にしておくといいかなと思います。全部取っちゃえばいいっていうわけじゃなくてね。切り返し剪定、切り戻し剪定についてはこの枝で説明すると分かりやすいかなと思うんですけれども、
この枝だけがピョーンって出てるんじゃないですか。この枝がピョンと出てるんで樹形が全体整わないので、この枝を切り返したいということで、そういった時にここですね、ここの生え際のところです。こっからバスンとこう抜いてあげる形にするんです。はい、そうするとここにあった枝がなくなりまして、それでここで小さく玉ができるっていう形になるんです。そういった今ここにあった枝をなくしたっていう、この切り返し剪定の時にここに枝葉がしっかりあるってことが大切なので、こうやって控えの枝をね作っておくってことが大切だなとは思います。だからですね、こういったコニファールに全般に特にそうなんですけれども、こういった枯れ葉枯れ枝ですね、こういったものをできればね剪定の最初に取っておいていただくことが大切かなと思います。この木はそこそこ手入れがされてたんであんまりないんですけれども、こういったものがあることによって内側で蒸れが発生して木が傷みます。それから内側にある芽もね出てきにくくなりますので、控えの葉っぱ枝葉が作りにくくなりますので、こういった枯れ葉枯れ枝はできるだけ除去してきれいにしておく。そうすると見栄えもいいですね。はい、その辺も気をつけていただければと思います。はい、それではこれから残りの剪定をやっていきたいと思います。はい、今ね大体形全体取ってみました。これからちょっと細かいところやっていきますけれども、こんな感じで進めていくわけですね。はい、今こんな感じになっております。だいぶねこの辺なんかは透けましたので、風に揺れてまた向こうの空もね透けて見えていい感じになってるんじゃないかなと思います。糸ひばの柔らかさが出てきましたね。はい、ただねこういったところまだやってませんので、こういったところ手を入れながら全体をもう少し軽くしていきたいと思います。例えばこういったところですね、ごちゃっとしてますよね。こういったところをやるんですけれども、
まずもう結構時間がかかっちゃうんですけれども、こういった方向が内側に向かってしまってる枝なんかをこう抜いていくような形で、こうやって一個一個手間ですけれどもやっていくと綺麗になります。これとかね、はい、あとこういったものも内側向いてますよね。内側向いてる枝はもうできるだけ元の方から付け根から切っていただくような形になります。こんな形に行くとこちらに放射状に出てくるような形になって、これであとね少し内側の方を適宜間引いていくような形、ちょっと細かくてね大変なんですけどもね、はい、こうやって間引いて行くと少し透けてくる感じがあると思います。それかね、ちょっと上からだと切りすぎちゃうよっていう方はこう下から覗いてみてください。こうやって見ると透け具合がわかるので、どれくらい切ったかなってよくわかります。でこうやって見るとここにね切り損じのものがありますよね。どうしてもねこれ糸ひばなんかは奥までハサミ入れなきゃいけないんで、入れないでね切るとねこういった形で切り損じが結構出ます。これを抜くだけでもかなりスッキリします。この隙間ができますんでいいかなと思います。こういったね枯れ枝とかもそうですよね。こういった枝を切っていくだけでも結構違いますんでね、こうやってほら隙間ができてくれますよね。あとはこの辺もね枯れ枝なんで、こういったところをこうバシッと切ってしまうと、ちょっと入りにくいんですよね、このね手がね、手が入りにくいんですけど、やればやっただけ効果が出ますんで、ぜひねやっていただきたいと思います。ちょっと時間がかかって大変ですけれどもね、こうやって下から抜いていくのもいいかなと思います。以上で剪定が終わりました。いかがでしょうか。枝が抜けましたのでだいぶね軽くなりました。それと同時に向こうがね空が透けて見えるような形で、風に吹かれてね糸ひばの葉っぱが揺れるような風情が出るようになったんじゃないかなと思います。はい、今回はね秋なのであまり強く切りすぎずに葉っぱをできるだけ残し目にしました。春ね剪定する場合はもうちょっと樹形を作っていくようなこともできるかなと思いますので、よろしかったら皆さんご参考ください。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルではこれからも緑のことに関していろいろと発信をしていきたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録、それからグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では皆さんにとって良い一日になりますように、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。